ファイアチーム行動開始。お前のワームが提示したこの作戦、他の案はなかったのか？不満なのは同じだ。私だって心底ハイブが憎い。それはお前も承知のはずだ。変えようのないことに怒りを向けても仕方がない。代わりに燃えたぎる怒りを敵に向けるとしよう。元に潮が引くその時まで。この深度の水圧によりエグレゴアは化石化し、青い石のような見た目になる。私が敵の主力を引きつけるから、お前は可能な限り回収してくれ。お前の暴力を波のごとく我が石に打ちつけるのだ。第一効果は順調に進んでいる。ハイブが派閥間で共食いをしているという話を踏まえれば辻褄が合う。敵同士を戦わせることは常に有効な戦術だが、サバスンが死んで以来、今まで見られた力の空白がなくなっている。ウィッチクイーンの遺体にはもう力がほとんど残っていないはずだ。せいぜい罠に使うことしかできないだろう。刃が鞘から抜ける。その暴力を我が祭壇に捧げるのだ。アーサは近くに回収された大量のサンゴの存在を感じ取っている。その犯人をおびき出せ。私は敵の援軍を足止めする。
ディアン、目的地から逸れているぞ。スロワン、ガーディアン周辺のスキャンを頼む。戻れよ。刃を喜んで我が神殿に迎えよう。我が心臓はそれを受け入れるためにむき出しになっている。近づけ、そして我に越するのだ。我と戦って己を鍛え上げるのだ。我がそうするように。そうなくだ、ここにその不良なる肉体を置いていけ。対する戦士よ、何時に邪悪なる棘を授けよう。深淵から蘇るのだ。血塗られた戦士よ、そして容赦なくそれを震え。ガーディアン、ガーディアン、そこにいたのか。作戦司令部、ガーディアンを見つけた。今から帰還する。トランスマットビーコンの展開を要求した。あと少しの辛抱だ。